カズレーザーと松陰寺のチルルーム。じゃあ家族はい、あー来た、はい、何トロフィートロフィー、ほうトロフィーです。トロフィー、あ、正式にはフィーなんだ。トロフィー、フィー、トロフィーじゃない、トロフィーですね。トロフィー、はい、この前で荷物届いたんですよ、うん、結構まこれぐらいの届いて、うん、なんだ俺宛てで、うん、バーって開けたら、うん、トロフィーが入ってたんですよ。え、金ピカの。あ、そう。えと思って、うん、なんでで、はっって気づいたんですけど、俺毎年、うん、クイズ大会を主催してるんですよ。ほう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 。個人で、はいはい、で知り合い結構呼んで、うんうん、自分で作ったクイズを仲間内で解いてもらって、クイズ大会が、まあ、今年できなかったんですけど、うん、毎年やってたんですよ、はいはい、でその優勝賞品でトロフィーが出してたんですよ、はいはいはい、で結構いろんなそのタレントの人とか芸人さんとか。それはもう公のイベントなの？結構。いや違う、もうクローズで。ああそうなんだ。身内だけでやってて、でも結構いろんな人来てくれて、ほうほうほう、あのそれこそスノーマンの阿部ちゃんとかも来てくれたり。あ、そうなんだ。クイズノックのこと来てくれたりとかやってて、はいはいはい、イベントやってて、うん、トロフィーを渡してたんですよ、うん、でその時に多分1年もっと前ぐらいに、うん、1回そのトロフィー注文したことがあるんですけど、うん、それ注文しながら、うん、俺そういえば人生でトロフィーもらったことねえなってなって、うん、もらったことないですよ、俺。なんか子供の時も含めてってこと？俺、ないな。なんか大会でちょっと買ったとか。もうないぞ。あ、そうなんだ。トロフィーってめっちゃかっこいいじゃないですか。あ、まあそうやな、うん、大きければね、はあ、うわ、かっこいい。なんか飾りたくもなるだろうし、なんか憧れが昔からあったから、うん、トロフィー自分に送ろうと思ってなるほど、誰かからいただくとかじゃなくて、そう、セルフで自分でいただこう、送ってみよう、はあはあ、でも自分に注文しても、うん、嬉しいかどうか分かんないじゃないですか。うん、そうやね。ただ通販じゃん、それは、ね、自分で、ね、ただ注文して買ってるだけやもん、ね、通販じゃん、うんうん、意味ねえじゃん、うん、だからいつ届くか分かんなかったら、うん、開けた瞬間に嬉しいんじゃねえかなと思っていや、それあの、選べる、いや、まあ、届く日選べるじゃないですか、注文して、それを可能な限りもう連打しまくってカレンダーの一番いけるとこまで行って、目つぶって注文したんですよ。もういつ届くか自分じゃ分かんないよ。分かんない。はいはいはい、バーって連打して薄めで、うん、クチって入れて、そっから薄めで住所とか入れて何やってんだよそこまでしてほしいかい。やったで、届いた時に嬉しかったら、うん、これはいいんじゃないかな。なるほど。で実際届いたんだ。バーッと思い出して、うんうん、やっぱちょっと嬉しいですよ。あ、そう、なんか自分がトロフィー持ってるから。でもさ、そのなんか書いてあるやん、トロフィーって。いや、そうそう。で、まあ見て、うん、やっぱあ、やっぱ思ってる、やっぱ軽いんだよねとかみんな言うじゃないですか、トロフィー持つ人って。あれプラスチックね、軽いのよ。それやりたくてそんなことすんだ。いや、それも持ったことないから、うん、本当に軽いのかなとか気になるじゃないですか。意外だとトロフィーって引っ越す時にみんな捨てるから、なんか砕けた状態でゴミ捨て場にあるじゃないですか。ああ、なんか、ね、なんか、もういらない。あれ見るたびに、なんかすごい悲しい気持ちになったんですよ。なるほど、一個も持ってない身としてはね。せっかくもらったトロフィー捨てる人がいるんだなんで一回なんか足毛にして捨てるんだろうとかいろいろ分かんなかったけどもらって、うん、あ、トロフィーいいな、結構な大きさだよね。やっぱ嬉しいってのがあったんですよ。あ、嬉しい、あった。自分で送ったとしても忘れてるから、やっぱ嬉しくは嬉しいんですよ。単純にトロフィーを手元にあるから嬉しいんですよ。なるほど。で、まあ見て、注文したからこれ名を入れるじゃないですか。あ、そう、注文の段階なんかかけるのか。そうそう、かけるじゃないですか、うん、多分それ入れてるはずなんですよ、うん、パッて見たら俺ベスト16って入れてたんですよ。え、ベスト16ってなんだ覚えてないんだあれ、なんで俺ベスト16って入れてるのかな。自分で書いてんだよね。でもそう、でも多分それは俺酔っ払った時に多分注文してるから、そんなまず発想なんですけど、はいはいはい、大体酔っ払ってる時なんですよ、うん、ベスト16なんだっけかなってずっと考えてて、うん、って思い出したんですけど、うん、なんか優勝とか選べるんですね、うん、まあ、多分名前入れるところの、はい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 、サンプルは優勝とか準優勝とか、この下の土台の辺に書いてあるんだよね。そう、あの名前が優勝とか、なんとか大会参加とかいろいろある候補の中で、俺なんかね、優勝する自信はねえな。そこはもう空想でええやん。いやいや、でもそれわけわからない、実感がなかったねじゃないですか。一応自分に送るけど、一応そこはこだわりたいから。でも優勝準優勝とかは多分俺しねえだろうなって知ってた。それがする程度いいじゃないですか。いやいや、なんかしねえな。で、努力賞とかもなんか、なんかな、努力賞でトロフィーっての変だなと思って夜中に入ってベスト16ぐらいだったらなんか入ってねえかなと思って俺確かベスト16にしたんですよ。ね、ベスト16ね、リアリティがあるかもしれないけどベスト16トロフィーはねえぞ。いやいや、だから大でっかい大会だからベスト16でこのサイズのトロフィーってことはもう1位はもうすごいよすごいのよ。価値あるんだ、価値ある大会なんや。何かの盾なのか、皿なのか分かんないけど、それがもらえるぐらい
の大会だと、ベスト16でこれ、あ、まあ、16位ぐらいだったら多分なれるだろうっていう控えめな俺の未来予測。そういう問題じゃないのよ多分。16ぐらいならまあまあ角は立たないだろう誰に対しての角なんだよそれは。未来の俺に送っても嘘にはなんないだろうと思って多分ベスト16って言われたんですよ。変わってるなで届いて、まあベスト16ぐらいかって思って置いてて、しばらく考えたんですけど、俺なんかのベスト16入ってるかな逆にそっちが不安になってきて、いろいろ考えたけど、それすらも危ういんじゃないかと思ってきたってこと。あれ俺なんか自分より上に15人しかいないようなことってあるかなって考えたら全然思いつかない。あ、そう、今までも含めて。でもその今だから、今年のことでやってほしいと思って。なるほどなるほど。俺今年のことなんか最近のことずっと思ってたんですけど、16ねえな今年。あるだろう。だからその、ね、クイズ番組で優勝とかあるけど、それは優勝じゃん。16、それは別に毎回優勝したら別にトロフィーの勝ちじゃないそういうな、自分で出てる番組なんていうんだよ。いやいや、そういうんじゃなくてちゃんと俺はこの1年間で上位16に入るぐらい頑張ったことあるかなって思って、自分でも充実感がある。そう、これはさすがに俺はこの業界でベスト16ですって言えるものがあるかなって思って考えたけど、ない。あ、そう。そしたらもうトロフィー飾るのがなんか申し訳なくなっちゃってそっちになるんや。16でもなんか俺はこのトロフィーをもらっちゃダメだって。でもさ、その自分で送っちゃってるからさ、そもそもがさ、俺はだから多分1年前の俺はさすがに16ならなんとかしてくれよって俺は未来のね自分にこのメッセージをあったのに、俺は2年前の俺を裏切ってしまった俺はベスト16にも入れなかった。何でへこんでんだよ。申し訳ないと思った何でへこんでんだよそれ。だからどうしようかな、今ベスト32のやつを注文しようかなって。いや、やんなくていいよ、もうやんなくていいよ、また32もないだろうってなっちゃうから。いや、あります。その自分が芸能界でじゃ上位だっていうもの。いやでもそれだから歴代とかじゃないでしょ。その今年とかでいいんですよ。それこそさっきの感じじゃないけど。いや、ないね。なんか出演本数ランキングが別に入るわけじゃないし。あ、入んない入んない。じゃあ自分がその芸能界の16ベスト16の存在か、そんなことあるわけない。いや、そうね、ないな、入ってこないね。だから16で、あとなんか別に何でもいいですけども、何でもよくしても16ってやっぱね。それもさ、多分さ、もう自分で評価しちゃってることが多分間違いなんじゃん。誰かが評価してくれて、その気持ちとしていただくものだから。誰かが俺の方がベスト16だって言ってくればいいってこと。そう、それはそれで腹立ちますね。いいじゃねえか、別に。じゃあどうしたらいいんだよ。だとしたら1位を見つけてくれよって言うじゃないですか送るなら、他人に送るならね。だから自分で欲しいって言うからさ。16、ベスト16なのって相当大変なんだな。めちゃくちゃ、特にこの仕事のベスト16は、大変だと思うな。で、 M1 のファイナリストになってる人だったら、俺やっぱ自分でトロフィーを送る価値があると思う、権利があると思うんですよ。まあ優勝者はあるけどね。しベスト8とかベスト10とかに入ってるわけだから、いいじゃないですか、それ送るなら。自分でさ、いつ届くかやってさ、こうなんかパチパチしてる時間ったらネタのこと考えるよ、みんな。まあね。だから俺なんかその人に、ね、送りたいぐらいですけど、いや、だから未来の自分はこれぐらい頑張っててくれよっていう願いを込めたのに、やっぱ頑張れない。でも忘れちゃってるから意味ないよね。あ、もうすぐトロフィー届くから、俺も頑張んなきゃって、そういう意識の持ち方じゃん。そっちの方がいいのかな、だとしたら、先に買っておいておいた方がいいかもしれないですね。毎日それ見て。なるほど。うわ、今年年末にこれをもらう価値が、もうだ、それこそ優勝って書いてていいかもしれない。あ、そうそう、先に自分追い込むためにね。何も優勝、俺このままじゃ何も優勝できん、今日も頑張ろう。だとしたらベスト16ってすげえ浅いやつです、ね、浅いかもしれない。なんかね、これがただやっぱね、ちょっと嬉しかった、嬉しかった。でもその自分のモチベーション上げるために自分でトロフィー作って、その毎回その勇気をもらうっていうのは新しいトロフィーの使い方かもしれんね、これはいい、めっちゃやっぱいい。だって本当に正規のトロフィーってただの過去の栄光じゃない、言っちゃえば。そうそうそう、未来になんかかけるってのは前向きなトロフィーや。そう、これはマジでいい。ランダムな日にトロフィーを取るから、ね、そういうビジネス始めれば。それね、前もこれ注文した時に俺多分ね、ラジオかな、これ喋ったと思うんですよ。トロフィー頼んだんだよみたいな話はした気がするんですけど、その時に考えたのは、なんかトロフィーをまず注文するんですよ、でもこの注文した通りは自分に届かなくて、本当に、今日も頑張りましたねみたいな下に名が入ってて、それが誰かに届いて、ランダムな人に。で、届いた人は届いたら別の人にトロフィーを送ってくれたらいいな。あ、トロフィーをランダムで送り合う。なるほど、あの人頑張ってたしな、送ってあげようっていう。誰かっていうんじゃなくて、本当誰に届く、このサービス参加してる誰かに届く。なるほどなるほど。みんなやっぱもらったらね、嬉しいと思うんですよ。急にだって明日、トロフィー届いて、いつも頑張ってますねって書いてあったら、多分ちょっと嬉しいんですよ。そうかな、嬉しいか、多分嬉しい。怖くない、でも
じゃあじゃあな、うーん、なんかさ、コロナ期間中にギャグリレーみたいなあったやんか。あー、あった。あれに似てない？ちょっとあれはでもなんかギャグをやんなきゃいけないじゃないですか。やりたくないじゃないですか、ギャグ。ただ褒められるってことか。そう、叩いてくれるリレーか。 それはで安いのは多分3000円とかで買えるはずなんですよ。ちっちゃいトロフィー届いたら、それ面白いかもね。ちょっと嬉しいんじゃないか。3000円ぐらいでも結構嬉しいと思う。いや確かに、ちゃんと褒められることってほんまにないやんか、うん、そういいかもしれない。今の時代多分それが足りないんじゃない。うん、そういうのがあったらいいんじゃないかなと思って、うん、で今考えてるのは、うん、まあ、1年後とかに、うん、絶対に俺が1位のやつを先に探しといて、うん、送るのがいいんだろうな。先に送っとくの、うん、絶対これ1位になれるって。そう、俺なんかそれも昔考えたんですけど、うん、毎年後輩とはめっちゃ集めて、うん、ホテル の、まああのね、うん、宴会室みたいなの、はいはいはい、で自分だけのアカデミー賞をやりたいなってのが結構夢であるんですよ。自分だけの監督、なんとかカズレーザー賞みたいな。カズレーザー賞でみんないるわけ。みんな清掃で座ってるんですよ、うんうん、で司会が来て、うん、カズはどこにいるの？その一般、その普通にエントリーされてるってことね。まあその、うん、会場にいるんですよ、うん、で発表します。今年最も、なんだろうな、カズレーザーと学ぶで、司会が上手かった人。あ、カズレーザー。いや、そりゃそうだろうが。そりゃそうだって、司会なんだからさ。やつ、ね、やつじゃないのよ。周りのやつどういう気持ちでいたらいいんだよ。バイト。いや、それぞれ3回払うから。なるほど、バイトやな。絶対に、絶対に俺が1位。あの項目だけ。なるほど、全部数なんだな。中の坂上で一番センスがある男賞だ。センスがあるタレント男性部門、あ、カズレーザーまあっていうのは何がおもろいね。10項目がで毎回壇上行って、あのもらってコメント言う。超やりてぇな。超自己満だけどな。で翌日、じゃあ翔一さんやっていいっすか？俺やっていいの？俺そういう参加しますから。ああそう、俺も絶対俺自分が取ると思って待ってますよ。あ、そういうのを芝居もしてくれるんだ。そう、みんなするの。それも楽しみだから。なるほど。で、あーくそ。なるほどね。俺やります、ちゃんと。今年一番な、何が言うか、自分が1位になった。なんだろう、自分がこの賞をもらったぐらいじゃん。今年一番、うん、テレビで出るときに紫をまとってた人。あ、大丈夫、ナツさんとかいますし。そっか、ね、もっと俺限定しなきゃダメだな。いや、わかんないです。それで敵がいてもいいんですよ。あ、いや、でもいや、それがいた方がいいんですよ。だから、そうか、ナツさんがその例えば隣にいたら、うん、みんな、ナツさんじゃないかね、みたいな話をするのよ、みんなで。でも絶対俺なんやな。そう、あと下田景樹さんとかもいて。下田景樹も来んのか。そうそう、呼んで、あれ、もう三河健一さんも行きましょう。あ、三河さんじゃない、結局、あれ、去年も三河さんじゃなかったっけ、うん、みたいな話で。なるほど、そういう概念もある。あ、勝利に対する。よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございます。うおーみたいなで行って。何おもろいねこれ。だから三河さん呼べないからそっくりさん。そうそう、てか誰かにそのフォローさせてもらって。ショーパー向いてちょっと探して。だから一番あの金髪が、うん、あのワイプで金髪が、うん、あの目立ってた人。IKKO さんとかのモノマネやってるし、基本モノマネ、三輪さんのモノマネもさせるし、狩矢崎先生のモノマネもさせて、させて、バンカズレーザー、あーっつって、これはマジでやりたい、絶対楽しい、もうそうなめとして8巻ぐらいしたのかも。そうそうそう、すごいわ、それやりたいな。これだってや絶対やりたいでしょ。やりたい、これは本当に気持ちいいと思う。そう、うん、あれもうむちゃくちゃでいいんですよ。でもそのやっぱ緊張感をちゃんと作らなきゃね。そうそうそう、おーみたいな。だからそっくりさんいっぱいみたいな。夜遊びの、ね、2人みたいな。夜遊びの、そう、あやさんみたいな格好させて。なんか確かに、そう、何か金髪かあやさん、まだ黒やったっけね、黒なんかやってるじゃないですか、うん、あの感じの人も並ばせて、いろんなアイドルといえばって、おー、いや絶対今年アイドルといえばそれは夜遊びだろう。それでもいいや、別に自分が、俺の方がもうアイドル感、そっかそっかそっか、アイドルを愛してたの俺の方が、はあ、よ、うん、もしかしたら俺の方が多く歌ってたかもしれないとか、はいはいはい、そういう、そう、もう本当に自分だけの理由つけちゃってるよ。そうそうそう、それは審査員が言ってくるから、その理由を。嘘はダメ、嘘はダメ、だから喧嘩最強とかダメ。そうか、嘘、嘘じゃ、もう捉え方次第で。だからでも自宅の風呂場だと歌一番上手い人とかでいいですよ。
ら比較的いい、自分が自信あるんですよ。だって俺の自宅で歌ってるの俺だけだもん、ね、いや他の人も自宅で歌ってるけど、うん、いや結局聞かせてないからみんな言えるじゃないですか。だからそれ戦って、あ面白いな。これそんなことばっか考えてる。これやったらめっちゃ楽しいと思うんですよ。いや、ちょい企画なんかやってみたら、普通になんか一箇所でね、うん、あの、ね、丸テーブルみんな座らせて、うんうんちゃんと緊張感をね、さ緊張感出す、緊張感をうまく周りも出してくるって芝居、そのうまさを、うんうん、そっちはうまさのコントやってほしいから、いくらいくらくれんのそのバイトで言って。2等1万1等1日かかんの、ま、1等あと1日かかん、何時入り、いやリアとかやりたいし、じゃあもうちょっとリハもやるぐらいの、そうそうそう、じゃあもうそのリハ、いや普通に飯食ってほしいから、別に飯食いに来てほしいんだけどね、本当はそうね、立食もあるもんね、そうそうそう、ちゃんとあって、そう宴会の中でやりたいから、なるほど、ブルルルって真っ暗になってこのなんかあのスポットライトバーンって当たるやつやりたいね。めっちゃ楽しいでしょこれ。結構金かかりそうだね。金かかる、金かかっても俺楽しいと思う。楽しいだろうな。これいいなって。だトロフィー、そうなのよ。今どうしてのこれトロフィー。だから俺はだから残念ながらベスト16もらう権利がないから、いやもう倉庫にしまった。最悪や、しまってもだよ、しまって。で倉庫に一回しまったら二度と出るかって知ってるから終わりじゃないか、もう二度とあのストロフィーを触ることはない。えちなみにさ、はい、いつまで先送れんのああいうの。いや俺ね適当に選んだんですけど2年ぐらい先を選べたんですよ多分。だからその先でしばらく来てる、多分2年は2年経つかな経たないぐらい。それこそタイムカプセルみたいにさ、もうほんと10年後の自分にさ、あなんかよく頑張りましたねみたいなのを過去の自分から送られてくるってちょっと面白い。まあそれはでもそれ ね、タイムカプセルのサービスってあったんですか。そうなんだ、ありそうだけど、だって10年はもう絶対忘れるやん。忘れる、あって思い出せんぐらいや多分。あ何これ気持ち悪いって思うかも。あそれで返しちゃうと、まあ、いらないですよ10年だとやっぱちょっとね忘れるじゃん。いいね、トロフィーちょっとみんなもこういう遊び方な。トロフィーはいいっすやん、うん、だって実際小学校の頃とかって、うん、賞状とかトロフィーもらう人ってなんかめっちゃ同じ人が毎回もらってなかったですか。そうやね、なんかその結局習字が上手いとか絵上手いやつしか賞状もらえないじゃないですか。偏るね。俺絵上手かったから賞状はねもらう機会多かったし、うんうんうん、でもトロフィーってやっぱなかったな。スポーツじゃないとくんないじゃない。トロフィーでも何個かあったかな俺でも。すげえ、なんかね水泳かなんかかな、でも本当にこれぐらいの。ああ。なんか嬉しかったね子供の時だったけど、やっぱり確かにあんな素直で嬉しい気持ちになれるんだな。もう自作自演でもいいと思うな、うん、あ絶対いいですよ、トロフィーはみんなやってほしい。やった方がいいな、意外と安いんで。もうちょっと余裕があったら一人アカデミー賞。一人アカデミー賞一人アカデミー賞は絶対やってほしい。一人アカデミー賞用のサービス作りたいわ。名前入力して、うん、そしたら適当な賞の名前作ってくれて、うん、合成音声で、うん、第96回なんとか大賞優勝はなんとかって言ってくれる。なるほどなるほど、音声サービスな。そういうソフトウェアあったら、はいはい、みんな暇な時にやるでしょ。そうね、こうそれこそもう音だけでもいいかもしれない。そうか、うん、みんなで名前をじゃあ10いや5人いますたら5人名前を入力します、うん、でランダムで呼ばれるアプリやったらめっちゃ嬉しいでしょ。嬉しいな。で5分の1でバカみたいなショーの名前俺これかよみたいなええやん。それなんかね、うん、飲み会とかで盛り上がりますよね。それこそもうメタバースとかでそういうサービスやればいいのに。やるんじゃないですか。もうかけちゃったらもうアカデミー賞会場よ。うわ超いい。でもう芸能人ブワーってめっちゃいい。それ超いい。それめっちゃ。わ、ちょっとやってほしいですけど、絶対楽しいだろうな。見たいわ。うん、あ、でもあ、有吉の壁やってましたよね、その。あ、壁デミー賞、ね。壁デミー賞。まあ、だからあれはでもそう呼ばれたら、うわーってなって、いろいろ無茶振りされてっていうのはあるけど。絶対自分が1位のやつ、自分がこう、これで褒められたいのサービスはなんかいい気がするけどな。劇団とかでやってくれたらね、めっちゃ楽しいだろうな。チャンネル登録、メンバーシップ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。